マンデー源田さんと共にお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、今日は智恵源金沢の新加入選手2人に来ていただきました。はい、ディフェンダーの佐久田裕二選手とフォワードの辻正雄選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今月15日からチームが始動して、はい、まあ、今日も練習はあったんですよね。さあ、お二人どうですか、この智恵源金沢というチームに来て今のところどうですか？そうですね、まあ、新しい選手が多くて、はい、まあ、今名前はもうバッチリ覚えました。早いですね、はい、一方の辻選手は、うん、そうですね、なりました。練習中の雰囲気もいいですし、はい、練習終わった後にみんなでご飯とか行ったりして、うん、昨日夜鍋もしましてバッチリ仲いいですね、はい、馴染んできてますね、はい、はい、ではお二人がどんな選手なのか見ていきましょう。まずはディフェンダーの佐久田裕二選手からです。佐久田選手は地元星稜高校出身で、 J リーガー1年目は J2 の水戸ホーリーホックで全試合に出場。その後2つの J2 チームを経て、今年地元石川県に帰ってきた26歳です。さあ、一方のフォワードの辻正雄選手も26歳、2012年度に JFL の得点王、新人王、ベストイレブンという3冠に輝きました。昨シーズンは J2 のガイナーレ鳥取でプレーし、今年智恵源に新加入しました。はい、2人とも今智恵源が目指している J2 の経験者ということで、うん、まあ、2人の使命はチームを J2 に上げることですよね。はい、はい、ちょっとこちら見てください。昨シーズンの智恵源の結果です。まあ、得点は60ゴールを挙げてリーグ2位の攻撃力を誇ったんですが、失点が48ということで、まあ、首位の長野に比べて倍近くあったんですね、うん、はい、そこで今年の課題が守備の強化ということになってきます、はい、その守備の中心になるであろうということで、森下監督がキーマンに挙げているのがこちらの佐久田選手なんです、うん、さあ、佐久田選手、地元石川出身ということで、どうですか、この石川でプレーできることに対してはどう思ってらっしゃいます、はい、そうですね、いつかは、まあ、智恵源金沢でプレーしたいという思いがあったので、はい、帰ってくることができて、また石川のためにサッカーすることができて本当に嬉しく思います。具体的にはじゃあどんなプレーで、うん、チームに貢献していこうと思ってます？そうですね、持ち味がヘディングなので、ヘディング、まあ、守備でボールを跳ね返すことであったり、うん、まあ、またセットプレーなんかで得点をどんどん狙って、うん、一つでも多く得点もしたいと思っています。その高さを生かしたプレーで、チームに貢献していくと、うん、じゃあその守備としてもう練習始まってますけども、うん、その連携というのはどうです、今のところ手応えというのは、うん、そうですね、まだ新加入選手が多くて始まったばかりなんですけど、はいはい、今声も出てますし、はい、コミュニケーションもすごい取れてるんで、もっともっとこれから良くなっていくと思います。うーん、土曜日に私練習見に行ったんですけれども、はい、結構守備の練習が大半を占めてたかなって思うんですが、ここどうですか、守備やってみて他の選手たちとは。まあ、去年得点が、はい、失点が多かったっていうのもあって、はい、すごい守備の練習してるんですけど、はい、さっきも言ったようにすごい声が出てて、はい、コミュニケーションも取れてて、はい、すごい意思の疎通が、はい、できててすごいいい環境でやってると思います。うん、どういった練習されてるんですか？細かいんですけど、うん、すごい守備の組織としての練習といいますか、はい、自分の前だったり横だったり近い選手との、うん、連携というか、うん、そういう練習が多いですね。うんうん、一方で攻撃、そう、はい、こちらの辻選手はチームの強化部長が2年越しの思いを実らせてやっと獲得できた選手なんです。いや、そこまでして獲得してここに来ましたさ、はい、具体的にじゃあどう攻撃に辻選手厚みを加えていこうと思ってらっしゃいます？はい、うん、そうですね、やっぱりゴール前で、はい、自分の得意なプレーをたくさん出して、はい、うん、勝利につながるように、うん、点を決めるだけじゃなくて、結果につながるようにプレーをしたいなと思います。はい、今は得意なプレーってありますか？はい、具体的に言うと、じゃあどういうプレーが？そうですね、やっぱりスピードを生かして、うん、ラインの飛び足だったり、うん、積極的にドリブルで仕掛けてゴールに向かっていくプレーを見てほしいですね。うん、はい、連携という点では、その攻撃陣の連携は
今どうですか、手応えとしては。そうですね、あのまだ実戦はやってないんですけども、はい、まあ、あの清原選手だったり、はい、佐藤選手だったり、うん、こちらですね、はい、さあ今出てきましたね、はいはい、まあ、自分でもボール持てるし、はい、あのパスも出せるし、はい、いい選手が周りに多分というか、うん、いるので、はい、連携を取っていって、うん、結果につながるんじゃないかなと、はい、思います。あ、そうか、佐藤選手そして清原選手からパスの供給を受けて、はい、最後は辻選手を決めると。そうですね、はい、決めました、はい、お、いや力強く言っていただきましたね、はい、はい、ちょっと先ほどですねお二人にちょっと紙書いていただいたんです。佐久田選手には今シーズン何失点に抑えたいのか、そして辻選手には今シーズン何ゴール決めたいのかということを書いていただきましたのでちょっと見せてください。はい、さあ、どんな数字が、ね、はい、出てくるのか、はい、さあそれではまず佐久田選手からいきましょう、はい、お願いします。はい、はい、さあ1試合あたり1点未満、はい、シーズンを通しても32点以下、はい、ということですがこれは。そうですね、やっぱり1試合平均1点未満だと、うん、はい、すごい守備も安定しますし、はい、得点を取ってくれれば、うん、勝利につながる回数もすごい増えてくると思うんで、はい、うんうん、守備陣は何としてでもこの数字を達成したいと思って書きました、うん、はい、力強いで本当楽しみですよね、その高さを生かしてヘディングでいかにチームに貢献するか、はい、先生ちょっと不安げに見てますけどちょっと逆じゃないなと。じゃあ、はい、続いて辻選手、はい、お願いします。さあ1試合1得点上げる、そしてシーズン通して33点以上でしょうね、はい、これは、はい、はい、以上ですね、はい、以上で、はい、これはどういうあれですか。そうですね、まあやっぱり目標なので、まあ1試合1点って多分難しいんですけど、はい、まあやるからには1試合1点を目指して、はい、攻撃の面で、はい、引っ張っていければなと思います。はい、うーん、ですね、ねえ、うん、じゃあ最後にそれぞれ1人ずつ、うん、今年にかける、はい、抱負言ってもらっていいですか。はい、お願いします。はい、では佐久田選手から、今年は何としてでも J2 に昇格することが目標なので、少しでもスタジアムに足を運んでいただいてみんなと一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。はい、さあそして辻選手、はい、金沢の街を、はい、結果を出して盛り上げたいと思いますので応援よろしくお願いします。はい、楽しみですね。ねえ、J2 への昇格、本当お二人勝ってると言っていいんですからね、はい、期待しましたね、ぜひ。そしてさらにまたこのスタジオに活躍して来ていただければと思います。はい、はい、今後期待しますので、よろしくお願いします。はい、さあ今日のゲスト、杖源金沢、佐久田雄二選手、そして辻正夫選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。